しっかりしろ秀吉。秀吉、秀吉、秀吉殿。おじきは政務が山ほど残っている。水成、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ、泣けるだろ水成。聞こえるか、城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。北条を下し、秀吉は天下統一を成し遂げた。だが秀吉、そして前田利家が相次いで没すると、天下は再び大きく揺らぎ始める。天下の実力者徳川家康と政治の中枢を担う石田三成の対立が表面化したのである。そんな折、三成と密かに通じていた上杉家が家康に対して弾劾状を送りつけ、公然と反旗を翻す。家康は上杉討伐のため会津に出征。その隙をついて三成は畿内で挙兵した。三成挙兵の報を受けた家康はすぐさま軍を反転。天下を二分する戦が日の本の中央関ヶ原の地で行われようとしていた。天下統一の将、関ヶ原の戦い。家康の野心は明白。奴はありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。
時の流れには逆らえない。俺はもっと強くなる。鬼島津の戦をすればいい。家康は会津征伐を取りやめ、急遽この関ヶ原に出張ってきた。将兵もまだ疲れが残っておるはず。今夜襲をかければ家康の首も取れようが。俺は全ての将兵の命を預かっている。そんな一か八かの賭けに皆を巻き込むことはできん。おじ上の進言を無下にする気か。やめろ。殿、せめて相手の目を見て話しましょうよ。なぜだ。書状を見ながらでも話は聞けるし判断もできる。大将があの器では、この戦勝てる道理はありません。態度はともかく、わしは三成のあの顔嫌いではない。あれは大博打を打つ時の顔よ。百戦錬磨の狸に真正面から挑む大博打よな。島津の戦見せつけるぞ。松の山に陣取る小早川の様子がおかしい。キャツが裏切れば即西軍本陣に捕らえる。本陣も襲われればこの戦は終わり。本陣へ戻り手当てをせよ。殿、
わかりました。俺が戻るまで粘ってくださいよ。シマタコンを撃退したぞ。この戦もらった。まずは満足。義継か、お前の配下どもは何故とどまり我らを睨んでおる。何、小早川殿が動いたら援護せよと申し伝えているまで。さて、いまだ我らの前の敵は崩れぬか。これでは思うように戦えぬ。左近を破ったと図に乗っている奴を撃てば完全のことの士気も下がる。開門。敵の大軍が我らの本陣へ。キャンキャン吠えるぞ。軍を二手に分け、一方で黒田を撃ち本陣を守るぞ。ここからが本番よ。
助太刀感謝いたす。中央の敵を南に引きつけましょう。数が分散すれば始末は戦える。開門。再び出ます。この窮地休んじゃいられない。小早川では義継には勝てまい。高虎、小早川を援護せよ。はっ。よし、頑張っ。頼まれようか。全力だ。開門。始末さんは私が止めます。燃える。西松だ。逃がせるぞ。敵の大将が南に向かったぞ。手柄を逃してはならん。これが崩れた。西軍は終わりだ。最後の一兵となるのはどうぞ。高虎。バカ野郎、流れは三成にない。降伏しよう。降伏してくれ義継。全力だ。
純さんの思い無理しちゃってくれ。敵は俺が引きつけます。早く塞いでしまったわ。一旦引き、次なる東軍の攻勢に備えるか。
申し上げます。石田隊敗走、西軍は総崩れにございます。もう逃げ道はない。終わりだ、終わりだ。諦めるな。それでも薩摩の者の服か。道ならある。そこだ。敵本陣をかすめ、家康に島津の戦を見せつけろ。大勢は消したか。立ち退きをあげよ。俺は島津。生きねばならん。沢山までもうすぐ。そうすれば再起も。石田三成か。この者、三成か。土地の者なら分かろう。偽らば親族ともとも皆殺しだぞ。答えよ。この者は三成だな。余計なお世話だ。秀吉様、今参ります。